早速ですが、今回の動画のお品書きをご覧ください。ということで、今回3つあるんですが、まず1個目が、ゴールデンウィーク何したらいいのっていうね。まあ、今回のポイントはゴールデンウィークっていうところなので、まずそれが1つ目。で、2つ目が、そのためにね、そのために、ポイント、どういうことを大事にして、どういう意識を持って考えていけばいいのかっていうポイントを2つ目に話します。で、今回の本編ここまでです。ここまででいいんですけど、最後3つ目に、今、そのまあ1ヶ月ぐらい学校経ちましたよね、新生活。で、学校が楽しくないとか、もう行きたくないとか、結構ネガティブな気持ちになってしまっている方多いんですよ。なので、その方向けに、ちょっと自分が思っていることをこの動画でも話させていただきます。だから、動画自体はちょっと長くなってるかもしれないんですけど、まあ今回のメインテーマね、サムネイルとか見てくれて見ようと思った方は、2つ目のテーマまでで構わないので、ぜひね、そこまでお付き合いいただけたらと思います。改めまして、どうも、あいちです。本日 TBS のね、昼帯という番組に生放送に、まあリモートでですけど、出演させていただきました。見ていただいた方ありがとうございます。というふうに今撮っておりますが、昼帯に出演するちょうど1時間前に撮ってるので、下手こいてたらすいません。はい。まあうまくいってることを願って喋ってるわけなんですが、今回のテーマはゴールデンウィークです。あと今週が終わればゴールデンウィークが始まりますよね。まあゴールデンウィークも学校だよっていう方もいるかもしれないんですが、ひとまず数連休。まあ何連休わかんないけど、くしゃみか。塾講師やってた時にすごく感じてたことなんですけど、ゴールデンウィークってみんなにとっては割と幸せな期間じゃないですか。休みがあるからね。ですけど、自分からすると新生活のまず一つ目のめちゃくちゃ大きな壁だと思ってました。まあもちろん新しいクラスとかね、決まった時もまあ壁よ。壁なんだけど、それ以上にかなり危機感を持ってたんです。なんでかっていうと、ゴールデンウィーク明けるじゃないですか。塾来るじゃないですか。生徒の表情を二極化します、基本的に。まあ、はつらつとして、まあ、例えで、はつらつとしてる子と、負のオーラをまとってる子です。で、もちろん、なんだ、休み終わってさ、学校めんどくせえな、だるいな、っていう気持ちは、大体の子が持つんよ。だから、はつらつとしてても、あ、めんどくせえ学校とかって言うんだけど、その、言葉の中に含んでるニュアンスが変わるというか、印象が違うの。だからそういう風に言ってるんだけど、その上のね、はつらつしてるなって思う子は、多分こっちがそんなサポートしなくても、この1年うまくやっていくんじゃないかなって思えるんですよ。でも、負のオーラをまとってる子って、下手すると5月だけじゃなくて、1年間棒に振るんじゃねえかってぐらいに、あ、やばいかもって思う子いるんですよ。気をつけなきゃなっていう。で、そこの違いに着目しながらちょっと話していきます。ちなみに今回のゴールデンウィーク何したらいいっていうところのテーマっていうか大事なキーワード2つです。それが自信とリフレッシュです。いいですか？覚えてテストに出るぞ。自信とリフレッシュ。で、今回は別にゴールデンウィークにめちゃくちゃ頑張れとは言わないです。思ってないから。そんな頑張んなくていいって言い方も悪いけど、まあ学校で課題が出たらね、まあそれやんなきゃいけないんだけど、まあ、それ以上求めません、特に。いいかい？すげえガミガミじゃない。コツコツというかね、すごい頑張んなきゃなってわけじゃなくって、この自信をつける、自分に自信をつけるっていうところと、リフレッシュするっていう、この2個が大事なんだと思って、この後の話聞いてください。まず自信です。で、これは逆にみんなに問いたいとこなんですけど、みんなどう過ごしたら自分に自信がつくと思います？このゴールデンウィーク。どう過ごしたら自信がつくのか。この質問実際の生徒にもしたことあるんですけど、多くの方がこう言います。頑張ればいいと。で、これはですね、間違ってないです。例えばゴールデンウィーク中毎日じゃあ10時間勉強したとしましょう。すごくない？この時期に10時間よ。でも頑張ればいいと思って10時間やった子、あんまり自信つきません。まあつくかもしれん。でもね、上げ足取るんだよ。その10時間頑張れた、すごいじゃん。でもってこの逆説で返ってくる。しかしでもでね。で、なんでかっていうと、これはもう目標が決まってないからなのよ。例えばさ、毎日5時間やるぞって具体的に決めました。その子が10時間やってたらすごくない？あと自分で5時間って決めたのよ。それを2倍やっちゃってる、私すげえみたいなってなるんだけど、ゴールの目標が決まってないから、どんなに頑張っても曖昧になる。いいかい？頑張ることはすごく大事、いい素敵なことだよ。だけれども、目標がないその状態で頑張るっていうのは、成果として自信にかなり結びつきにくくなります。だから、まず、まあ、今週1週間まで学校行きながらだと思うんだけど、ゴールデンウィーク、まあ、5月5日に終わるかな、基本的に5月5日までにこれをやるんだって目標を決めてください。まあ、いつも言ってることだよ。ね。長期休みの前に同じような動画撮ってるんだけれども、決めましょう。で、その時に欲張らなくていいです。さっきも言ったけど、そんなに頑張んなくていい。ここに関しては。いいか、大事なことは、自分で決めたことを達成することです。
周りに、まあみんな SNS とかでさ、LINE で繋がってるからさ、周りがこんだけ頑張ってるんだって見えるかもしれんけど、いいんだって。いつも言うけど、みんなはみんなの人生なんだから、一回みんなが決めたことをまず達成します。で、ちょっと前に話をした学校で課題が出るパターン。俺高校生だと特にそうだよね。お、マジでもう聞いててさ、鬼畜かって思うもん。先生、その量は間違ってるって多すぎだよっていう時もあるんだけれども、まあ出されたもので成績入っちゃうからさ、やらなきゃいけないじゃん。で、そうなった場合、これはそれ以上のプラスアルファは特にしなくていいです。まあできるんだったらいいよ。学校から出されたものプラスアルファで英単語とかできるんだったらやってもいいんだけど、無理はしちゃダメ。いいかい？で、学校の課題だけでもいっぱいいっぱいだと思う方は、一個おすすめがあります。これはですね、5月5日まで使ってコツコツやるんじゃなくて、例えば5月2日までとか5月3日まで前倒しで、そこまでで絶対終わらせるぞってやってごらん。5月3日までで終わらせる。で、4日5日はもうフリーでもいいです。フリーでもいい。あ、もちろんね、その4日5日が空いてから、まあ3日まで頑張ったからさ、2日ぐらいご褒美で休んでもよくないっていいんだよ。全然もう本当いいと思う。いいと思うんだけど、まあちょっとやってやるかってなるんだったら、そこでやったらいいと思うんだよ。あのね、すごい膨大な量を前倒しで終わらせるって俺すげえことだと思うし、マジで褒めて自分のこと。いや、答え移すとか違うけども、ちゃんとやるべきことを早いスケジュールで終わらせるってすごいことなので、ぜひチャレンジしてほしい。これはね、誰でもチャレンジできる、早く終わらせるっていうものは。いいかい？これは高校生だけじゃないよ。中学生も、もし小学生、あと親御さんもぜひ見ていただいたら、もう神々、それをね、意識していただけると、そこは自信になりますし、まあ、親御さんに関しては、お子さんがもしね、前倒しでちゃんとできてたら、めちゃくちゃ褒めてください。休みがいっぱいある時って、人間って後回しにしたくなるんですよ。大人もそうです。それをぐっとこらえて前でできたので、それを、まあ、ぜひ意識してとか、まあ、自信になっつけて、やってみてもらえたらと思います。で、もう一個のリフレッシュに関してなんですけど、これ4月、まあ、1ヶ月過ごしましたよね。で、新生活ってみんなが思ってる以上にストレスがかかってます。クラス替えもあったりとか、例えば高校生とか大学生とか中学生に上がった子はさ、もう環境が変わってるわけよ。だから新しい先生になって、もうそこに、まあ、慣れていくというかさ、それだけでも大変だから。で、それプラス今コロナがあるので、もういろんなストレスがかかってる。下手すると、まあ、お父さんお母さん、まあ、ここにもさ相談いっぱい来るんだけど、まあ、お父さんお母さんがね、仕事の関係で、まあ、今さいろんな業種によっては大変なとこあるんだよ、いっぱいね。で、それでお父さんお母さんの喧嘩が増えたとか、ちょっとね、子供に対して自分に対しての風当たりが強くなったって、なんか最近お母さんがすごい私のことをきつい言葉で言ってくるんですっていうのが来てるわけで、それが良しとは思わんよ。元さんはさ、ちょっとさ、耐えてるけど、それは別問題だと思うんだけれども、まあ、その家庭内のことに関しては俺は言えないから、そのね、何かできないからさ。だから、みんなはね、ほんと、みんなが思ってる以上にストレスがかかってるの。で、それを一回リフレッシュする期間なんだ。このゴールデンウィークって。一回、5月が、ゴールデンウィーク終わった後に、5月、6月、7月、まあ、約2ヶ月ちょっとぐらい、駆けなきゃいけない。駆け抜けなきゃいけないの。夏休みまで。で、出したらさ、この今、休校とかまた、宣言出ちゃってるから、まずなんかわかんない、休みになって夏休みがまた減るとかはもうありえるからさ。そうだから、ひとまずここまでリフレッシュしようと。じゃあどうリフレッシュするかっていうと、これもリフレッシュしようって、これはね、さっきの頑張ろうと同じになっちゃう。頑張ろうだと曖昧だから、何するか決めようぜ。別に友達と遊ぶだけが全てじゃないよ。もう友達いなかった俺が代表して言うわ。いいんだよ、一人遊びでも。例えばね、そう、ゲームが好きな子がちょっとモンハンがなんか出たわけ、俺書いてないんだけど、モンスターハンターをやりたいとずっと我慢してきたと。でもこのゴールデンウィークはやっちゃっていいんじゃないかっつってね。で、これをもうじゃあ1日3時間やっちゃうよとか、いいわけ。いいか、自分がこれだったらリフレッシュできるだろうって思うものを決めてごらん。それを書き出してごらん、ちゃんと。人って頭で思い浮かべたものは消えちゃいます。覚えてないから、基本的に。書き出すといい。いいかい？で、頑張る、さっきのね、目標とかもそうなんだけど、しっかり文字媒体で残してください。紙に書いてもスマホでね、メモで残しても構わないので、そのリフレッシュする、これで私はリフレッシュするぞと。俺はこれをやっていこうって。いうのを、そのリフレッシュの方向ね、それもしっかり、文字情報というか、ちゃんと書き出しておいて、で、それをやっていく。だから頑張るところは頑張るんだよ。課題を先にやるとかもそうなんだけど、リフレッシュの方も、まあ、頑張るって言い方もおかしいけど、ちゃんとリフレッシュしよう。いいかい？いい、リフレッシュしていい期間なんだ。いいかな？っていうのを伝えたくて、今回ね、それをポイントとして挙げさせてもらいました。最初のお品書きで、次ポイントって言ったんだけど、ポイントほとんど話しちゃってて、二つあったんですよ。で、一個がその先にやるっていうところ。そう、前倒しでやる。例えば、その学校で課題が出てなくて、じゃあ英単語頑張ろうみたいな。ゴールデンウィーク中でじゃあ200個覚えようってなった時に、それを、じゃあ4日間ね、もし休みがあって200個って言ったら1日50個ペースになるじゃないですか。50、100、150、200みたいな。
で、それよりは自分だったらさっきと同じ5月3日までに終わらせようみたいな、前倒しでやるといいです。基本的に全て先にやるっていう意識を持っておくといい。で、この先にやるっていうことを大事にしていくと1日の使い方が変わります。例えば5月3日になりました。今日はオフですと。完全オフ。さあみんなどこのタイミングで勉強しますかってなった時に、先にやるっていうことが大事だったら午前中にやろうって基本的には思うはずです。自分は遊んだら頑張るよりは、頑張った、やることやったんだから遊ぼうっていうのがメンタル的には楽になる方が多いですって思ってる。いや、これ全員が全員じゃないよ。もうこんだけ遊んだからちょっと遊ぶの飽きたわ、やるかっていうのがうまくいく方もいるんよ。いや、これはいる。昔だったら東海の虫眼鏡さん一回対談させてもらいましたけど、虫さんとかそうでしたよね。そういう話をされてたんですけど、でもね、あれはね結構レアケースなんですよ。そこそこハートが強くないとちょっと難しいので、できればやることをやったんだから遊ぶっていう方が気が楽だし、リフレッシュの、そう、なんていうの、リフレッシュエネルギーのそのもらえるものがでかくなります。だってやることやってんだもん。でも先に遊んじゃうとリフレッシュはできるかもしれないけど、あとで勉強しなきゃだとか、やることやってないのに遊んじゃったよみたいな、そのなんか自責の念に駆られる方結構いるので、できれば先にやるっていうのをテーマとして置きながらスケジュールを立ててみてください。で、もう一個のポイントが、これがアレンジするです。まあ、この話もいろんなところでしてますけど、勉強法って答えがないんですよ。例えば英単語の暗記はもうこうやったら絶対にこのやり方がベストだからってのはないと思ってます。素敵なやり方、いいやり方はたくさんあります。でもなんでベストが決まらないかっていうと、 A さんにとってのベストと B さんにとってのベストとあなたにとってのベストは違うんだ。だから俺が思ってるベストなやり方っていうのを伝えて、配置がそう言ってたからそれ通りやらなきゃっていう方がいるんですけど、やめてくれ、違う。まず大事なことは、今でもさ、 YouTube でもそうだし、まあ、ネットでもそうだし本でもそうだけど、まあ、勉強法の How to の部分っていっぱいあるじゃんか。多分俺よりみんなのが知ってると思うもん。あの人こういう話してたなみたいなとか。で、その時にまず自分の中で、あ、この人のこの言ってるやり方って良さそうだなって思ったものを参考にしてください。まあ、スタートは真似してもいいんだけど、で、その中であの人がこう言ってたからそれ通りやらなきゃっていうのはやめて、一回絶対にアレンジする。まあ、この人が例えば休憩は30分ですって言ってたから、よし私も30分だって言ってやるんだけど、休憩しながらさ、いやちょっと長いなみたいな、私もうちょっと短くてもいいな、でもあの人が30分って言ってたからってなっちゃうのはもうナンセンスだと思う。みんなが短くていいなって思うんだったらアレンジするの。いいかい？そうやってアレンジを繰り返していくことで自分にとってのベストな勉強法に近づいていくの。この意識をだと持っててください。一回アレンジをするんです。スタートは真似から入ってもいいから、しっかりアレンジをして自分の勉強法を見つけていってもらえたらと思います。はい、ということでね、まあ、3つ目のテーマまだあるんですが、一旦ここまででまとめさせていただきます。ゴールデンウィークの大事なことは自信とリフレッシュです。自信をつけるため、リフレッシュするための期間、いや、この2つだけでいいんだよ。そんなに頑張らなくていいから。で、だから自信をつけるためにはどうしたらいいのか、リフレッシュするためにはどうしたらいいのか、私はどうやったら自信がつくのっていうのをちょっと考えてください。今この1週間で、いいかい？答えはみんなの中にありますから。で、それを実践する。自分で決めたことを達成できればもう自分に拍手です。ケーキでも買ってもらってください。お父さんお母さんどっちかに。いいかな？自分で買ってもいいけど。いや、俺はちょっと買ってあげられないからごめんね。そう。っていう感じで、そう、もうしっかり褒めてあげる。それだけでも素晴らしいゴールデンウィークだから。で、それで自信をつけて、その後、まぁ、ちょっと長いね、夏休みまでになってしまうんですけど、しっかり駆け抜けられます。もし落ち込んだ時にはちゃんと動画撮ります。ね、みんなを励ませられるように動画撮っていくので、このゴールデンウィーク、いいね、1ヶ月じゃない、ごめん、いい期間にしていってください。そして最後にね、学校が今楽しくないっていうね、相談いただいてますので、これに関しては思うことをね、そのまま話させていただきます。で、まずですね、自分も特に中学校の時は学校が楽しくなかったです。できれば行きたくなかったですし、まあ特にまあいじめというかね、自分はその陰口がちょっとひどかったので本当に嫌だったんですけど、で、楽しくない理由っていうのをまず明確にしてほしいんです。今回の動画でも話してた、頑張るとかリフレッシュするっていう具体的な方法がない状態だと対処ができないんですよ。例えば楽しくないっていうただの感情ですよね。これがなんでっていう部分が分かってないと対処ができないんですよ。楽しくないものに対して楽しくするって非常に難しい。だって理由が分かってないから。
だからみんなの中でそれがね、例えば友達がいないからなのか、もうそもそもなんか人間関係なのかわからないけど、その理由の部分があって、それが解決できるもの、ある程度自分の中で感情の考え方を変えることによってコントロールできるものだったらコントロールしましょう。曖昧なものほど怖いものはないです。戦えないから。不安とかもそうなんだけどね、不安な理由が分かればさ、対処はできるんだけれども、で今ねいただいてる中で多いのがやっぱり人間関係が多くて、どっちかというと友達がいないみたいな。だからあと高校生になってさ、ご飯食べるときに一人で食べてるとかさ、でもちろんねこれは考え方次第だから、これはあと強制はしないんだけれど、俺はもともと友達がいないので、別に友達おらんくてもよくねって思っちゃってる人なんですよ。一人で弁当を食べるのも苦じゃなかったから、正直。そうだから、まあちょっとみんなのね苦しい気持ちを理解できてないからさ、的がずれてるかもしれないんだけど、何度も言うように、そのクラス例えば40人いた時にさ、別にみんなが希望してこの40人選んでないんだよ。たまたまそのなんだグループとして先生が決めた40人じゃん。そこに気が合う人がいなくても普通じゃんって思ってほしいの。まあもちろんなんか陰口とかさ、うっせえこと言ってくる人がいたらさ、それまで別よ。それでもそいつがおかしいなってクズだなって思うんだけど、俺は。ごめん、言い方悪かったね。そう。って思っちゃうんだけど、そう。でも、自分がね、なんかコミュニケーション能力が低いからとか、自分が魅力がないから友達ができないんだみたいな思ってる子は結構いるように思えてて、メール読んでると。違うって。違うんだよ。魅力がないわけじゃないんだって。それは、そういう出会いがなかった。だって、みんながさ、持ってる歯車、まあ人には俺歯車を持ってると思ってるんだけど、自分の中で。その歯車が噛み合うかどうかなんて、うんじゃん。そんな、わかんないじゃん。でしょ？だから、そんな風になんか、友達ができないからって、自分の魅力がないとか、自分が良くないからっていうのは思わないでほしいなって、できる限りよ。俺も思ってたから、自分のせいで俺陰口叩かれてると思ってたし、中学の時。今振り返ったらそんなことねえと思うよ。俺が太ってたんだけど、今もぽっちゃりしてるけどさ、太ってて、で俺が太ってたから良くないんだとか、俺が性格が暗いから俺が陰口叩かれるんだって思ってたよ。思ってたけど、違うんだって。そんなことね。そう、だって別に何も悪いことしてないもん。でしょ？太ってるの何が悪いんって。だって性格が、まあ、ネクラだったし、ちょっと暗かったけど、性格暗いとか何が悪いのって、別に人に迷惑かけてないんだもん。よっぽど悪口言う方が悪いじゃんって思うからさ、だからそこをまず思っててほしいなって思います。で、まあ、再三ね言ってることになるんだけど、コミュニティっていう人とのつながりっていうのは別に学校だけじゃないよ。外にもいっぱいあるわけ。今コロナだからさ、リアルでこう接することはできない、難しくなってきてるけども、例えば共通の趣味を持ってる人同士で話すのもいいし、俺十分だと思うんだよね。なんか自分のなんか思いっていうか好きなものを喋れる場所があるってすごく素敵だと思う。まあ、それは学校行ったらさ、リアルの出会いがそこにあるから、まあ、しんどくはなるんだけれども、外に目を向けるだけでも多少ね、人間関係の部分だけで言うんだったら多少ストレスというか、その人生が楽しくないっていう気持ちは柔らかくなっていくんじゃないかなと俺は思ってます。まあ、俺はこうやってここの場所を作って、動画をね、届けることでしかできないんだけれども、なんかそういった風に思ってる人間がいるんだっていうことがちょっとでも伝わったらいいなと思って今回ね喋らせていただきました。まあ、そんな方もね、このゴールデンウィーク中は自信とリフレッシュに関しては同じだと思って、まあしんどいからさ、その自信の部分はなかなかね難しいかもしれないんだけれども、でもこの2つが大事なんだと思って過ごしてください。休みは休みだからね、いい休みを過ごしてもらえたら嬉しく思います。ということで、長くなりましたがここまでお付き合いいただきありがとうございました。以上、あいちでした。